はい、うわ、ここは喧嘩だったー。リンちゃんとキング。何何をやってるの同じ花つけとる。絶対仲いいやろ。ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。じゃあ、早速、マンション見てこう。さあ、今回は、ハートがたくさんということはもうないか。マホちゃんとサナさんがめっちゃラブラブやったね。相変わらずの。これ、喧嘩のパターンな気がするんやけど、大丈夫。お、大丈夫やった、全然。よし、チェケイさん入ります。あれよね。友達マークの場合は、まだ紹介の可能性があるから。はいはい。お、仲直り、それはぜひぜひしてくださいまし。いやーもうね、めっちゃ、即答で、ダメですやったもんね。ダメです。許しませんやったもんね。ほら、のやりちゃんめっちゃ落ち込んどりやん。大丈夫か。やっぱり、こっちこそごめんなさい。仲直りできる、これで。仲直りしませんか？どうだ。どうですか、はい、おー、よかった。まあ、これで、ダメやったっていう、ことは、今までに一回もないけど、ないけど一応ね。うまくいきましたー。やったねー。でもこれうまくいきましたってことはやっぱりダメでしたみたいなこともあるんかな。気になる。そっちのパターンが気になる。あるのであれば。お礼にこれもあげます。はいはい。実用品万華鏡をもらいました。ありがとう。あゆなのそっくりさんって練り消し好きですね。練り消し？いや、別に。でも、小学生の時とかは確かに好きやった。小学生の時とかはめっちゃなんか、ね、こねこね、こねこね、こねこね、授業中にしよるのが好きやったよ。はい、コーヒーでもどうぞ。ほいほい。どうすか？美味しい？お、結構美味しかった。よかったよかった。仲直りした後の一杯ね、軽く。はい、それじゃあ道具で、ゴルフクラブ。はい、どうぞ。道具、ゴルフクラブをプレゼントしました。はい、そして、あと二人おったよね、友達マーク。イッシーさん、入ります。こんにちは。こんにちは、どうも。ヤマトと友達になりたいです。お、ヤマトくん、いいんじゃないかな。紹介しよう。どんな感じで話したら仲良くなれそうですか？ヤマトくん、どうやろう、見た目的に活発な感じがするけん。関係ないな。褒めてあげよう。うんうんうん。ね、褒めたらちょっと、ういーってなってくれそうじゃない？どういうイメージって感じやけど。さあ、どうだ、仲良くなれるのか。いや、この部屋もね、すごいヤマトくんに合っとるよね。めっちゃぴったりやと思うよ。やりそうやん、なんか。何？スケボー？スケボーとか。やったね。うまくいきました。友達になれたよ。おかげで友達になれました。うんうんうん。よかったよかった。レベルアップ。ほい、それじゃあ道具で、何がいいかなぁ。ノートパソコン。はい、これをどうぞ。道具、ノートパソコンをプレゼントしました。ほいほい、なんでしょう。実用品、扇風機をもらいました。ありがとう。今日もいい一日になるといいですね。ね。いや、きっといい一日になるよ。もうこのセリフめっちゃさ、ハム太郎思い出すんよね。わかる人おるかな。はい、うわ、ここは喧嘩だった。リンちゃんとキング。何何をやってるの？同じ花つけとる。絶対仲いいやろ。絶対仲いいやろ。どうした？何があったの？そんなね、お揃いの花つけて。うんうん、見てたよ。何？ちゃんと仲直りして。それじゃあ、ガム、アップルパイ。はい、どうぞ。これで落ち着いてくださいまし。どう？
お、すごく美味しかった。よかったよかった。気分が落ち着きました。うんうんうん。だからおりしてこようと思います。行ってらっしゃいまし。行ってらっしゃいましっていうか、おったけどね、その場に。帰ったんかな、私が来たけん。別に帰らなくても。さあ、どうよ。ほら、一回はね、お揃いの、これ買おうみたいな感じで、女子かって感じやけど。お揃いの花を買ったはずの二人。お、ちゃんと仲直りできたね。うまくいきましたー。ありがとうございます。よかったよかった。仲直りできました。うんうんうん。お礼にこれをあげます。お。実用品オルゴールをもらいました。ありがとう。はっきり言いすぎて、たまに人も傷つけてしまいます。まあ、そういう人っておるよね。どうなんやろ、そういう、はっきり言う感じの。スカッとするんかもしれんけど、なんとなくちょっと近寄りにくい感じもするな。個人的には。はい、りくくん入るよ。あ、もう、仲直りしたけん。ささっと友達のところに。キングが。お久しぶりです。お久しぶりです。じゃあこれからちょこちょこ来るね。お、紹介来た。これはどうだろうか。マジかー、クイーン。よし、ちょっと見守らせてもらおう。どうかな、どうなるかな。一応めっちゃ楽しみないけど。ね、猫のコスプレでやってきた。勝負服やったんかな。うん。え、でもめっちゃ楽しそうよ。とりあえず多分お互いに第一印象は良かった。あ、ここも、うん、ウキウキしてる、ウキウキしてる。お、いけるんじゃね、これ。どうだ、どうだ。あ、これいけそうな気がするよ、ちょっと。お。いいね、いいね。嬉しいね。え、これで最後だけ黙っ、あ、なー、ちょっといける、これ。やった。やった、紹介パターン。また、遊ぼうね。やったね。ね。それガッツポーズもするよ。紹介した二人がくっついてくれたら。付き合うことになったみたいです。イエーイ、やったー。しかもクイーンね、リク君親友やし。レベルアップ。まあ、やっぱり親友からの紹介ってなったらある程度信用はあるよね。親友が紹介してくるぐらいやから、いい人なんやろうっていう。だってなんか実際にさ、こうま、自分個人で出会うのもあれやけど、なんか知り合いから、友達からの紹介って結構なんか最初から、なんていうん。こう、こう、何、信用が高いというか、なんか好感度？そう、好感度が高いらしいよ。やっぱりね、変な人を紹介してくるはずがないというのがあるから。はい、ノートパソコンでもどうぞ。お礼にこれもあげます。はいはい、なんでしょう。実用品、扇風機をもらいました。ありがとう。読書、スポーツ、芸術、食欲。今年は何の秋にしようかな。何の秋かな。いや、あのね、私、もうずっとね、実はちょっと読書ができてないけん、ちょっと久々に読書の秋復活させようかなと思いつつあるんよね。何気に。はい、おにぎりどうぞ。いただきます。でもどうしてもこうね、スマホを持っとったらさ、スマホでちょっとニュースサイトとかめっちゃ見てしまうよね。それで時間が過ぎていくっていう。はい、それじゃあ。いや、とりあえず、私は今日もう、一組成立したからめちゃくちゃ、気分が良い。めっちゃ気分が良い。あ、お、友達マーク。ゆうとさん、何？紹介？紹介会？ダンジョンの紹介ですか？お久しぶりです。ビネットに友達になってほしいと言われたのですが、まさかの、ほうほうほう、いいんじゃないかな。ではちょっと話をしてきます。実況者さんとつながっていこう。めっちゃ飛び跳ねおりやん、超嬉しそう。やったー、ゆうとさん来てくれるーみたいな。
ほらほらほら、めっちゃ嬉しそうよ。ちょ、一瞬びっくりしたね。さあ、どうだ、友達になれるのか。お、よかったよかった。よかった。うまくいきました。気が合いそうだったので、友達になりました。お礼にこれをあげます。なんでしょう。実用品使い捨てカメラをもらいました。ありがとう。旅人が笑ってこの島を出ていくと、こっちまで嬉しくなります。ね、いいことよね。はい、春巻きでもどうぞ。いただきます。はい。どう？すごく美味しかったようです。お、よかった。私は餃子が食べたいよ。餃子。春巻きよりもシューマイよりも餃子なんだ。それじゃあ釣り竿でもどうぞ。おおお。はい、どうぞ。道具、釣り竿をプレゼントしました。はい、それじゃあそろそろみんなに募金を、とりあえず一旦ハートがないかを見てから見てからの、はい、みんなに募金を。なんだ、誰だ。ちょっと聞いてもらえますか。ほいほい。えんが、一人前に転送。いや、もう知ってるよ。知ってるよ。ケンちゃん、前から一人前だから。はい、一人暮らししましょう。ま、でも無理だから、とりあえず家族と一緒に住んどいてね。はい、それじゃあ、みんなに募金を募ります。さあ、みんなじゃんじゃん入れてってね。ゆーぴーちゃんの今の格好いいな。ね、いい感じよね。今日は 27,100 円集まりました。ありがとう。そして、はい、ミニュース見てこう。持ちになりました。ミニュースをお伝えします。お願いします。お、京子ちゃん誕生日？マジで？あ、マジで？ほうほうほう。まさかの、まさかのこの島で生まれた子の誕生日。え、じゃあもう京子ちゃんが生まれてから、1年経つのか。マジか。へぇー。おめでたーい。おめでとう、京子ちゃん。ありがとう。ふぅー。マジのみーに聞きました。おめでとう。お、素直に。今日は素晴らしい日です。ね、素晴らしい日。はい、もう、みんなに祝われてくださいまし、京子ちゃん。ありがとう。はい、そして今回も、歌の歌詞を送ってきてくれた人がいるので、歌を見ていきたいと思います。今回はグループでの歌で、ひまのたつやさんが送ってくれた、KNI による偏頭痛、お願いします。今回はね、ちょっと見た目的にクールな感じの男の子4人で、結成してもらいました。変頭痛。こんなかっこよさげに歌いよるけどね。いいね、いいね。変頭痛結構悩まされよる人おると思うけんね。この KNI っていうのはなんか略らしくって、このバンド名の KNI 正式名称は家庭の医学らしいです。 K 家庭、家庭、 N の I 医学ってことか。そういうことやね。ってことはこれはちゃんとしたそのなんか痛みが和らぐ方法ってことなんかな。痛む場所を冷やして休み、薄暗い部屋で横になる、できればしばらく寝ろ。
冷やすのがいいんや。なるほどね。私も偏頭痛とかあったりするけど、特に対処法とかわからんけん、めっちゃそのまま放置してんやけど、我慢しようかな、みたいな。はい、それじゃあ一人だけ行って、終わりにしましょう。よし。カートくん、入るよ。ん？マホちゃん？カラフルな髪色の二人だね。あゆなのとっくりさん、ご無沙汰してます。お久しぶりです。新しい帽子が欲しいです。お、新しい帽子。今の帽子も結構似合っとったけどね。どんな感じがいいかな。カートくんカラー帽子似合いそうじゃない？てかちっちゃいキャラクターやけんさ、なんか似合いそうな感じするよね。あ、カラフルな帽子の方が合うかな。あ、これ良さげな感じする。じゃあこれの、これどこが変わった？あ、つばの部分が変わるってことか。あ、なるほどね。じゃあこれで、あ、ごめん、投げた投げた。はい、どうぞ。どうかな？今結構おしゃれげな帽子やけど。あ、ダメ？マジで？気に入らなかった？え、かわいいけどな。かっこよくなりたい感じかな。いいやん、いいやん。スポーツ少年よね。はい、そして、チーズでもどうぞ。いただきます。ほいほい。出すか。すごく美味しかったようです。お、よかったよかった。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、今回もちゃんとね、一組カップルできたし、まあまだまだ、何？まだまだくっついてない子たちもいっぱいおるけん、全員がカップルになればいいな。